しっかりと立て直すことができたということも強さの一つと言いますよね。フラウブリッツアクセ対アルビレックス新潟、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。この時間はフラウブリッツアクセ対アルビレックス新潟、こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。エキシビションマッチです。まあ序盤で相手に流れを作らせてしまうと厳しくなりますからね、はい、自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。では立ち上がり見てまいります。これは合いません。小松、スピード上がってきますよ。仕掛けるか、いけるか、組み立てながら攻め上がっていく。さあ北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。そうですね、小野雄二のプレーには注目ですよね。彼はやはりテクニックの高さがありますからね。チャンスメイクにゴールと攻撃の面で期待ですよね。それと同時にアグレッシブさも併せ持った選手ですからね。戦う姿勢を見せてチームを引っ張ってほしいですよね。そうですね、相手にとっては要注意、脅威ということですね。川野、多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。秋山、いいボール入りますよ。素晴らしい連携、シュート、ゴール、アルビレックス。見事なカウンターからのゴール、あっという間に決まりました。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。さあ新潟先制、1対0です。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。ここで収まる。佐藤、藤原、ジェームズ、早川、スルーパスを出す。ボールを受けて、これ仕掛けるか、シュート、なんと止めた。ここは大きくクリア、危ないシーンでした。このファーストハーフ最初のコーナーキックは秋田、ヘッド、すごい反応を見せました。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。川野、小野原、諸岡、佐藤、There will be one minute at a time. 小野原、スルーパスを狙う、シュート、来た、同点、来た。There will be one minute at a time. 小野原、スルーパスを狙う、シュート、来た、同点、来た。川野、多少タイトな入りになってますけど両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。秋山、いいボール入りますよ。
素晴らしい連携、シュート、ゴール、アルビレックス。見事なカウンターからのゴール、あっという間に決まりました。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。ゴール After 27 minutes is number 27。さあ新潟先制1対0です。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。ここで収まる、佐藤、藤原、ジェームズ、早川、スルーパスを出す、ボールを受けて、これ仕掛けるか、シュート、なんと止めた。ここは大きくクリア、危ないシーンでした。このファーストハーフ最初のコーナーキックは秋田、ヘッド、すごい反応を見せました。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。川野、小野原、諸岡、佐藤、There will be one minute at a time. 梶谷へ、小野原、スルーパスを狙う、シュート、来た、同点、来た。このゴールで今日のゲームをリセットします。これは熱い一発になりましたよね。ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われない、テクニックが光りましたよね。おっと、これは試合を止める笛のようです。見応えのある好ゲームです。さて北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。秋田としては失点した後も慌てることなく落ち着いて攻撃できてますよね。